フェアレディジーニスもだね。うん、先日日産グローバルギャラリーで見てきたよ。かっこいいな。オートマだしこっちがいいな。購入するにはどうするの？抽選なんだよ。すでに Z の基準車を申し込んでいて、まだ納車されていない人だけが抽選に参加できる。うちは申し込みできたのかい？事情があって少し時間がかかったけど、無事抽選申し込み完了しました。完了のお知らせが来るのかい？電子メールできたよ。受付番号が記載されている。結果はいつわかるの？9月7日に当落かかわらず電子メールが来る。生産の順番は基準車の購入申し込み順らしい。当たって早く来るといいね。最近の G の登録数はどうなんだい？ちょっと遅くなってしまったけど、6月の登録台数はこんな感じ。6月は54台。そう、先月よりさらに減ったね。グラフにするとこんな感じ。だんだん減ってるね。生産体制が強化というか復旧されたという話もあるので、これからの増産に期待しよう。ただそこまで数は増えないだろうけど。北米は141台。グラフにするとこう。円安だから輸出優先とかっていう話もあったけど、このグラフ見るとそうでもないね。そんなに短期間で輸出台数を変えたりできないだろうしね。最後は GTR も含めたグラフ。日本の GTR の販売数が G を超えてるよ。そうだね、作っている工場が違うからということだと思う。栃木工場の塗装の問題だね。もう半導体の供給には問題ないので、そうだろうね。お、これまたかっこいいね。これから販売される Z は Mi24 モデルになるんだけど、それに合わせていくつか追加変更点が出てきたよ。何が変わるの？一つは内装色に青が追加される。北米では差額なしだったんだけど、日本では11万円。バージョン T か ST で選択できる。僕は基準車ならセイランブルーにしようと思っているので、内装色もこれがいいな。なんで後から追加になったんだろうね。日本での要望の声が多かったんだろうね。色褪せがちょっと心配だけど、長く乗ればどっちにしても内装は痛むしね。ナビもアレクサ対応になった。見た目は変わらないね。あとカタログ上で変わっていたのが、インテリジェントオートライトシステムがただのオートライトシステムになり、フロントワイパー連動がなくなったみたい。この432オレンジという新色も追加。カスタマイズプロとの色だね。このカラーも11万円。そしてカスタマイズドエディションのパーツも発売された。ノーマルと比較してみよう。左がノーマル、右がカスタマイズドエディション。カスタマイズドエディションの方がレーシーな雰囲気だね。カスタマイズドエディションはパーツのセット販売で2つのパターン。エントリーパッケージはフロントバンパー&グリルとカーボンやスポイラーのセットで552,200円。フルパッケージにはさらに専用19インチアルミホイール、専用デザインサイドエンブレム、フードデカール、ボディサイドステッカーが含まれ967,500円。カスタマイズドプロトとエディションで一部変わったけど、エディションの市販モデルになって変わったところは少ない。フロントのロゴは変更なし、リアスポイラーは市販品になって仕上げが変わったように見える。ホイールは発表時と変わらない。サイドエンブレムも変更なし、フードデカールも変わらない。写真が左右違ってるけど、ボディサイドステッカーも変更なし。約100万円は結構な金額だね。塗装、取り付け費も含まれるから妥当かな。角ボディカラーでのイメージをライングループの方が制作してくれた。角色を楽しんでほしい。セイランブルーだね。Thank you.
ベルスグレープリズムホワイト、これは刺さるな。ミッドナイトブラック。最後に2023年度の県ごとの割り当て状況。これは2022年分で判明していた割り当て。LINE グループなどで提供いただいた2023年度分の割り当てがこちら。括弧内は MY22 の割り当て。他にもご存知でしたらお教えください。ご視聴ありがとうございました。